こんにちは。アマゾネスサポーター、堀秀夫です。今日は、中国仕入れの方法、商品探し。まあ、日本にあるものをね、オーストラリアに送れば儲かるわけなんですけど、まあ、日本にあるもの、まあ、中国製品多いと。でね、メイドイン中国という日本メーカーのものだけじゃなくて、そうじゃなくても、そもそもがね、明らかに中国から輸入して売ってるんだというもんでも、まあ、オーストラリアに輸出すると儲かる商品たくさんあります。で、この時、まあ、アリババ仕入れ、タオバオ仕入れという形でね、考えがちなんですけど、まあ、いずれのサイトを使う場合も代行業者を使うことになります。で、代行手数料を払うとかね、あるいは、ちゃんとした商品が届くのかどうか、業者とのやり取り、それら諸々の手間とお金を考えると、まあ、初めの段階からで、この代行業者を使ってアリババ仕入れ、タオバオ仕入れをするのは、あまり効率の良いやり方ではありません。じゃあどうするか。ね。儲かる商品を探す段階では、日本で仕入れた方が簡単です。どういうことかというと、まあ、日本アマゾンで売ってるものをそのまま買って、オーストラリアアマゾンに出してみる。あるいは、eBay で仕入れると。ね、eBay で仕入れて、オーストラリアアマゾンに送るという形がおすすめです。まあ、代行業者を使って仕入れるのは100個を超える仕入れの時の方が良いです。まあ、これ金額によってね、まちまちなんですけど、まあ、大体目安としては100個。まあ、中にはね、ああ、中国製品でそういう金額の張るもんも、ありますねという場合はね、もっと少ない、1桁少ない10個でもいいんですけど、まあ、大抵は、まあ、安いものをたくさん売るというような形になるんでね、まあ、その場合は日本で仕入れられる、仕入れ場所で、入れると。一番簡単なのは日本アマゾン、eBay。で、これね、日本アマゾン、中国から仕入れて全然儲かってない出品者の人とかね、オーストラリアに輸出するだけで稼げるということもあります。ね、まあ、そういうのに気づいてね、自分で輸出されちゃったらね、アマゾン輸出、ライバルになっちゃうんですけど、まあ、なかなかね、輸入やってる人って輸出やらない。日本で売ってる人ってね、輸出には手を出さないというような傾向があるんでね、まあ、それほど心配することもないかなという気がします。まあ、中国仕入れ、ね、気になる方はお気軽にご相談ください。日本製品ばかりでなく、中国製品でも稼げます。というかね、以前から、稼いでいただいているその会員さんでね、中国在住の会員さんは当然、中国の商品扱ってますけど、まあ、売り上げもね、伸びるの早いですし、安定してずっと稼いでるんでね、まあ、むしろ中国製品の方が稼ぎやすいと、安定して稼ぎやすいという面もあるかもしれません。まあ、金額とね、今、稼いでる金額でちょっとね、足りませんとかね、ちょっと他の方法ないでしょうかという場合はね、お気軽にご相談ください。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。